西葛西駅は東京都江戸川区西葛西6丁目にある東京地下鉄東西線の駅である。駅番号は T16。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。改札口はホーム中央部の高架下に1箇所設置されている。改札内コンコースと各ホーム間は階段の他エスカレーターエレベーターにより連絡している。トイレは改札内コンコースにあり。 多機能トイレを併設する。開業後から駅乗降人員が急増し、開業時の想定利用客数の3倍の乗降客をさばいていたことから、1990年以降、江戸川区が英団地下鉄に駅の改良を要請、1999年3月から2000年3月まで、総工費約22億2000万円を投じて、駅改良工事に着手し、ホーム幅を 最大6.25メートルから8.5メートルとし、階段も拡幅し、移設、LED 式ホーム行き先案内表示機も新設した。またい法駐輪も急増していたことから1999年に北口地下有料駐輪場を、2000年に南口地下有料駐輪場を新設し、約4500台分の駐輪スペースを確保した。東西線建設当時より、 新駅の設置計画があり、高架橋への準備構造や、駅用地などを確保していた。西火西駅の建設に要した費用は、総額12億8900万円である。内訳は、土木関係費が6億3、376万1、0円、建築関係費が4億1459万円、電気関係費が2億4、064009、0円で、ある。 2015年6月6日から向井ノル作曲の発射メロディを使用している。曲は1番線がーデインザメトロ、2番線がビヨンドザメトロポリスである。2019年度の1日平均乗降人員は10万5321人であり、東京メトロ全130駅中42位、東西線の23駅中、第12位、快速停車駅である。 浦安駅よりも多い。近隣にマンションアパートが多数立地し、乗車、下車ともに多い。朝夕の通勤時間帯は、積み残しが出ることもある。利用者数は、近年も増加しているものの、2011年度以降は、僅差で、火災駅の方が多くなっている。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通り。駅前は、商業地で、 周囲にはマンションや大規模な住宅団地が立地する。駅の高架下には商店街、メトロセンターがある。また、西火西には学校法人、しげる系学園グループが運営する専修学校が多く学生街にもなっている。駅南側にロータリーがあり、そこにバス停留所がある。その他には西木22系統の臨海車工業。 西火災駅南停留所と近視町、東洋町方面域、精神庁健康サポートセンター停留所が江戸川区野球場付近にある。すべて東京都交通局により運行されている。ありがとうございます。